創立10周年記念大会ニューナビゲーション、新たな航海その第一歩、スペシャルシングルマッチ時間無制限で行われます。一本勝負、青コーナー新日本プロレスのエース中村慎介、対するは赤コーナーノアのエース塩崎豪です。中村のこの戦慄の膝か、対する塩崎豪の剛腕がうなるか。完全決着戦、今そのゴングが鳴らされました。時間無制限一本勝負、両者がゆっくりと反時計回り、その距離を縮めていきます。殺気漂うこの両者、その距離は 1.5m、 いや1メートルに縮まった。まずは蹴りか、中村手を組み合わせていく両者です。少し距離を取る、静まり返った有明コロシアム、組み合っていく、押し込んでいくのは塩崎、ロープを背にする中村です。チョップかわしていった、これは警戒していました。中村慎介です。この放送の解説は引き続き森島武選手です。よろしくお願いします。お願いします。立ち上がり静かな序盤となりました。まあね、先週やってるみたいなんで、はい、お互いがねある程度探ってる感じですよね。対抗戦ということになりましたが、まあ、先ほどの GAC ジュニアタックとまた一味違う、まあ、静けさがこの有明コロシアムに立ち込めていますね。はい、まあ、じっくりと、まあね、完全現着したいと思ってじっくりいってるんじゃないですか、ね。はい、先週行われました新日本プロレス G1 クライマックス 8.15 最終公式戦、両国国技館で行われました。この塩崎対中村、30分時間切れ引き分け、両者ともに勝ち点9で優勝戦に進出することはできませんでした。その引き分けが決まった直後、塩崎が決着戦を熱望しまして、今日のこの 8.22 有明で時間無制限による一本勝負、完全決着戦が組まれたと迎えた今日、それぞれの出方を伺っているというこの両者、体を合わせていきます。中村と言いますと、まあ、棚橋と並びます新日本プロレスのエース、今足を取っていくグラウンドの展開です。そして塩崎はこのノアを担っていこうという若手未来のエースでもあります。グラウンドの展開になりました。さあこの試合、森島さんどうご覧になりますか。いやもうね、2人を、ね、その決着つけたいということなんで、はい、まあ、あの勝負の分かれ目というのはそんなにないと思うんで、どっかで、ね、ポイントが出てくると思うんで、もう目が離せないですよ、ね。はい、素早い攻防もそうですけれども、中村慎介といいますと、まあ、この主に右膝から繰り出されますボマイエ、いわゆる顔面への膝攻撃、対する塩崎は剛腕ラリアット、あるいは逆水平チョップ、その太い腕から繰り出されます。中村の膝か、はたまた塩崎のこの右腕か、そのあたりも回避した戦いになると思われます。さあ出た逆水平、体をつけたエルボーで返します。この逆水平3発有明コロシアムに響いていく。さあグラウンドに引き込んでいったのは中村です。スリーパー、これはこの逆水平3発を嫌ったということでしょうか。まあ自分のペースでやりたいんでしょうね。そのチョップで行くとね、やっぱ塩崎のペースになりますし、はい、まあ、それだけ、はい、お互いのペースのね譲り合いというか、どっちかが塩崎のチョップを警戒しているという中村でもありますね。警戒というか、もうお互いにどっち負けたくないという気持ちは出てますよね。はい、もうこの中村の表情、殺気がみなぎっています。まずは中村の膝が一つ飛び出しました。戦いの舞台は場外へ、リングの下です。時間無制限の完全決着戦、その膝が塩崎のストマックを襲い、今一度ナックルパート、さらには逆水平、一発で距離を取りました中村です。森島さん、この塩崎のチョップ
というその破壊力というのはどうでしょう。まあね、本当に見た目も痛いですよ。本当に受けると痛いですし、中村がそのチョップを胸板に受けまして一気に形勢逆転、リングの上に戻していったのは塩崎。いや、戻しきりません。エプロンから首が出ている状態で塩崎が何を見せるのか。膝、首だけが曲がる、首へのダメージを与えてきました塩崎豪です。創立10周年大会、試練の外敵3番勝負と銘打ちまして、塩崎豪 7.10 有明では新日本の棚橋博士を迎え撃ちました。もっと抱え上げていく、トップロープあるいはコーナーを挟んだ展開になる。あーっと下から勝ち上げた。この高さがある膝ですが、森島さん、そうですね、結構いい感じでたんじゃないでしょうか。ニュートラルコーナーのトップに据え付け、中村は下から勝ち上げていきました。やはりそのストマックのあたり、まずはストマックでダメージを与え、後半になってくると中村の5枚へ、いわゆる顔面の膝が待っている。これも下から勝ち上げていきました。棚橋と並びます新日本のエース中村、デビュー当時から総合格闘技にも参戦していました。まあ、なんといってもこの人は2003年の12月デビュー1年4ヶ月、史上最年少で IWGP 王座、ヘビー級の王座に初挑戦で初体感をしたという記録を持っています。ストロングスタイルの追求者、まあ、高山義弘のニーリフトを見てこの膝にこだわるようになったという中村ですが、森島さんからご覧になってこの中村という選手、どんな選手でしょうか。いや、本当にね、もうリングでなんか、ね、戦ったことはないんで分かんないんですけど、はい、一発一発的確にね、塩崎の腹を狙ってますんで、はい、まあ、自分のパターンは必ず持ってると思うんで。なるほど、はい、そこに引き込まれてはいけない塩崎ですね、はい、どうにか ここのね、このペースを塩崎が変えないと難しいと思います。正面に蹴り、あるいはローキック。そして塩崎の左膝なんですが、固くテープが巻かれています。8月13日にこれは新日本の大会だったんですが、膝を痛めたということで万全な状態ではない、そう試合前に語っていました。対する中村も、まあ、右膝に故障を持っているということで万全ではない状態ですが、この右膝あるいは左膝を使ってくるという中村。逆水平からあーっと蹴り上げた。塩崎豪110キロありますが、その体がふわりと浮きました。183センチ110キロの塩崎、対する中村は188センチ104キロ。年齢も中村が30歳、塩崎が28歳、非常にキャリア、そして年齢ともに近いところに各団体の看板を背負っている、そういった意味では時代のエース、両者ともに団体を背負っているというこのシングルマッチです。必要にこの膝にこだわっていきますね。そうですね、徹底的にやってますね、はい、この中村ですけれども、自分の持っているものを出すだけなんだと、 G1 の時と何も変える必要はない、 G1 のエクストララウンド、つまり今日は G1 の延長戦なんだというふうに語っていました。対する塩崎ですが、まあ、今日は個人的な煮え切らない、やりきれなかったあの時間切れドローの決着をつけるという意味で、塩崎にとって、まあ、この試合に対する熱意の方が少し熱いかな、温度が高いかなという印象を受けた試合前のコメントでした。さあ、こちらが塩崎が、まあ、現在完全な調子ではないという左膝。塩崎どうしたどうした。まあ、塩崎が攻める上でこの左膝の怪我というのは、森島さん、どんな影響が考えられますか。まあ、自分もね、体がコントロールできない部分はあると思うんですけど、もうでもリング上がったらね、もうそんな言ってらんないんで。なるほど、はい、まあ、だからこの状況をね、自分で、まあ、変えていくしかないと思うんで、それはあいつもね、持ってると思いますから、はい、はい、ここは自分で状況を打破していく力を持ってると思うんで。さあ、ここでエルボーを放っていく、流れを変えるか、足を捉えた、あ、今度は右膝がやってきました。
立ち上がる、あ、逆水平カウンター、ここで一発見舞ってやったという塩崎、逆水平一発でうずくまった中村、足で迎撃、逆水平、さあニュートラルコーナーに中村を吸い付けた塩崎が何を見せるか、対角線を振り直さない中村のペースか、かわした、さあデックロープに吸い付けて上から逆水平上がっていった、中尾を振っていきました。試合時間は10分を経過、今日は完全決着戦、時間無制限です。 G1 の引き分けだった試合を振り返り、塩崎は30分あっという間だった、もう終わりと信じられない様子だったと語ります。対する中村ですが、30分やって仕留められなかっただけ、時間があれば必ずこの塩崎を倒すことができる、そう自信を覗かせました。完全決着戦、すでに10分を経過しました。この両者です。逆水平、中村の胸板が赤く腫れ上がってきたが足を捉えた、また右足が来るか、今度はヘッドバット抱えてフィッシャーマンズ、大きな技を見舞っていきました。カウント2つで返します。早くも両者その上半身、体全身に汗をかき始めています。互いの印象を聞きますと、塩崎は中村について気持ちを前面に押し出してくる、線は細いが全てを終わらせる一発、つまりその膝を持っていると語りました。下げりをかわしたブロック、あっと一発かわしたと思ったらもう一発足が待っていました。やはり中村の打撃を非常に警戒しているという塩崎です。バックドロップ投げ捨てていきました。30分ドローがありました、前回の G1 です。今回4度目の対戦となっていますこの両者、2009年の 3.1 武道館で杉浦塩崎組対中村ミラノコレクション AT 組、その時には塩崎がミラノを下しました。さあ今の膝どうでしょうか、森島さん。強烈ですね、一発一発、はい、うん、総合格闘技を見ているようなそんな膝が脇腹のあたりに刺さっていく、カウント入る、あの脇腹に膝を入れられると今後森島どんなと、失礼しました、塩崎はどんなところが苦しくなりますか。いや、息がね、基本的に、なるほど、詰まる感じだと思うんで、呼吸ができなくなってくる、すなわちスタミナにも影響がありますね。最初からね、ずっともう腹を攻めてるんで、はい、徹底的にね、塩崎の腹をやってて、でまたこういう首を狙ったり、はい、いろいろね、バリエーションを変えてるんで、このペースはね、中村選手のピザと思うんで、スタミナを削られていっているという、少し今その表情から力が抜けてきた塩崎、膝にも力が入りません。完全にスリーパーカバーに行く塩崎、どうだ、なんとか左に肩を上げました、しかしさらにカバーに行く、これも返していきます。あ、なかなか休ませてもらえません、3連続でのカバー、体力さらには精神力も摩耗していくという3連続のカバー。さあそして、あ、1回転、さあここまで間もなく15分を迎えますが、この試合展開ご覧になっていかがでしょうか。そうですね、お互いこう攻めて攻めてね、お互いのペースを握ってて、今中村選手とね、最後の仕留めにかかろうと思ってるんですけど、そうもいかずこらえてきましたね、はい、膝に逆水平を打ちました、足をかけて倒した、あと痛めているという右膝を絞って攻撃していった塩崎、五枚絵封じに出たという塩崎です。さあここで流れを一気に変えるか、足を捉えた、左足も捉えた、中村が立ち上がるのを待つという塩崎、さあ右手を上げた、強烈、手刀を放っていきました、引き迫る塩崎の、さあムーンサルト、あ、これは中村がよく見ていた、畳みかけていく両者、さあ右膝がかなりのダメージがありそうだが、後ろからボマイエ後頭部に行きました、
ていくしかない、自分が持っているものを出すしかない、そう語っていました。負傷した膝で膝を放っていく、これはかなりのダメージが自分にもあると思います。でもこだわりでね、自分でいくのはすごいと思います。一発を終わらせる力がある、そう語った塩崎です。この5枚を食らってはいけない、自覚はしていますが、中村がその5枚へ顔面への膝蹴り、あるいは後頭部への膝蹴りを連発してきました。ふらつく塩崎、ロープを使って立ち上がった、ラリアットをかわした、さあフロントチョーク、さらにはグラウンド、5枚へ顔面に何発も放っていく、スワヒリ語でキルユーという意味があるボマイエ、アントニオ猪木のボンマイエとおなじみでもあります。その膝にこだわった、さあそしてニュートラルコーナートップに乗せて雪崩式を狙っていく、首を捉えたスリーパースープレックス、雪崩式か、足を持っていく1回転、これはかなり危険な技でした、はい、そうですね、すごい覚悟で押してきましたね。有明コロシアムの天を仰ぎ見た塩崎、さあ中村が立ち上がる、新日本のエース。塩崎は今日この試合に勝って2010年この先駆け上がっていきたいと語っていたが、あと5枚をカバーした、ブロックして膝へ、あえて膝へ打っていきました。そうですね、自分も痛めてもいってる膝をねブロックしていったんで、動きがね止まるかもしれないんで、そこは勝負の自分のペースに持っていってほしいですね。はい、さあ先に立ち上がったのは塩崎だ。中村も今ゆっくりと立ち上がった、膝アート、右膝にラリアット、そしてローリング下げり、もう行くしかないですね、はい、中村も新日本プロレスの看板を背負っています。3つのカウントを聞くこと、そういうわけにはいかない、さあブレンバスターこらえた、ラリアット1回転した、中村慎介の体、さあ塩崎カバーに行く、3つを聞くことはできなかった、それぞれの団体、そしてプロレス界を担っていくこの両者、塩崎、ここまで棚橋、佐々木健介と立ち向かってきた試練の外力3番勝負、その第3戦狙うはゴーフラッシュだ、さあスリーカウント、有明クロシアムに響かない、まだ響かない、ゴーフラッシュをもってしてもスリーカウントはならない、切り札のゴーフラッシャー、中村慎介はかわした、さあ完全決着戦、おーっと前に倒していった、ここで3つ、ここで3つ、完全決着戦、あの30分時間切れから今塩崎がその手で勝利をもぎ取りました。ノアのエースが新日本プロレスのエースを下した瞬間、これで新日本プロレス棚橋
そして中村にも勝利したという塩崎もニューナビゲーション新たな航海と名付けられたこの創立10周年の記念の大会で未来のエース、プロレス界のエースが今立ち名乗りを受けました。試合時間は19分08秒、両者の覚悟の分だけ時間はかかりませんでした。森島さん、はい、お互いの覚悟が見えた壮絶な試合でした。そうですね、あれを返すとは思わなかったし、その後でね、塩崎が技を持ったのもすごいことだし、はい、まあ、まだまだ続くでしょうね、この感じは。まだまだ続く、この感じはね。なんか中村もこれでは終われないというところでしょうか。まあ、今この目を見てください。殺気がまだ消えていません。その胸の内一体何があるか。そして両の拳を高々と掲げました。塩崎、両団体のエースと言われています。それぞれプレッシャーもあったでしょう。まあ、ね、本当に今日完全決着と言って、ね、本当にお互いのペースの、ね、譲り合いもあったし、はい、うん、やっぱ最後の方のね、やっぱ膝の塩崎が膝をね買ってた部分でね、ちょっとポイントだったのかなとは思いますけど。今もう一度その喜びを爆発させた新日本のエースを下しました塩崎号ニューナビゲーション新たな航海、それはこの男に任されているのかもしれません。